ルなんだよな。はい、挨拶からするか。せーの、スムーン。どうも、マイナです。どうも、サオリンです。イエーイ。今日は、はい、タオマリで動画を撮ってるんですけど、アリシャンが個人の今動画を撮影してるんですけど、はい、一人で、アリシャンが走るということで、はい、マラソンの練習をしてるので、今日は、二人で、まあ、ご飯を食べながら、相談に乗っていきたいと思います。だからもう要するにサオリンがいつも家でモッパンするのを二人バージョンですよね。そう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 、質問に答えて。そう、でもよく言われるよね、なんかマリナちゃんバージョン、アリシャンバージョンも見たいみたいな。あ、確かにね。のまあ二人バージョンで今日は韓国料理を食べながら、ちょっと一旦乾杯する。ずっと酒焼け直んないんだよ。声声、乾杯。うん、ちょっと食べたいな。一旦ちょっとお腹すいた。これ何、これ何、何これ。これはポッサム。ポッサムはこれに巻いて食べるの。美味しいの。美味しい。で、チキンとチャプチェとスンドゥブ。うまそう。いただきます。これはそれも巻く。一緒に食べるの、豪快に。ほい、マジうまいんだよ。よし、うん、どう、うまいかも。いただきます。モッパンは、まあ、緩くていいんです。ゆるくてよくて、食べてるところも見せる。あ、うん、から、まあ、いいの、無言で。うん、めっちゃいいよ。うん、コスパよ。で、モッパンないよ。あ、モッパンあるか。いや、モッパンっていうか、みんなで食べながらさ、喋るのはあるけど。昔、韓国の家でさ、うん、ASMR したの覚えてる？覚えてる。この間見た。見た？うん。うちが、あの時、モッパンに超憧れてて、なんかマイク買ったんだよね。うん。マイク買って、それで ASMR やったの、韓国の家で。めっちゃさ、ぐちゃぐちゃじゃなかったの。ぐちゃぐちゃだったけど、今見てもおもろい。うん。じゃあ質問読みますか。はい。じゃあ、ペンネーム、タクさん。タク？はい。タコエビスジャップ。タク？タク。何してんの？どうしたら娘はパパ好きになりますか？おめでとうございます。おめでとうございます。タクおめでとう。元気な赤ちゃんをね、この間だよね。うん、割と。ほんと最近だよね。でもね、タクはね、絶対ね、いいパパになると思う。もう。パパっ子にしたいってことだよね、要するに。うん。パパと結婚したいみたいな娘がいいんじゃない？だからもう、甘々なパパになるしかないよね。めっちゃ優しく。うちもお父さん好きだったけど、やっぱね、甘々だったね。お母さんとはまた違った。あの、お母さんってやっぱりさ、子供のこと怒る立場っていうか、やっぱお母さんだから、しかも多分だけど、大体の家って、お母さんという時間の方が多分多いと思うよ。うん、旦那は仕事に行くから、やっぱりね、昼間とかママといる時間が多いと思うから、ね、やっぱ帰ってきた時が勝負と思う。あ、めっちゃ甘える。でもその時やっぱり、まあ、多分可愛すぎて甘々になっちゃうと思うけどね、タグの場合。でもそしたらさ、奥さんから不満がたまらない。そうそうそう、なっちゃう。それはあるよね。でもまあそこはちゃんと怒るとこはね、ちゃんと怒んなきゃいけないとは思うけど、やっぱりいっぱい構って、うん、奥さんとは違う構え方、優しさをやっぱり子供に与えるっていうか、一緒に遊ぶっていうのだろう。めっちゃ一緒に遊ぶもん大体。でもさ、息子だったらさ、まあ、なんかキャッチボールとかさできるけどさ、娘だったらママごと。ママのと、僕女の子だもんね。なんかアリちゃんが言ってたんだけど、友達目線で接するといいんじゃないかなって。あ、そう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 。なんか喋る時とかもさ、わざとしゃがんで同じ目線で喋ってあげるとか、そういうのめっちゃ大事っぽい。だから女友達と同じように接すればいいってこと。うん、まあそんな感じです。続いてこれもちょっと子供関係なんだけど、今女の子妊娠中です。二人は将来つけたい名前とかありますか？これ将来のこと考えてるか考えてないかで変わってくるよ。考えてる？名前はまだ考えてないの。考えてる。考えてんのかよ。なんでだよ。いや、子供の名前昔から考えてるよ。あれがいい、これがいいって。まあ考えたことあるけど、結局変わるんだよね。あと昔考えたけど、その人生の中で同じ名前で嫌な女が出てくると。あー、うち女の子が欲しいから、女の子の名前と考えるの。でも待って。あいつと同じだ。あいつと同じだ。いや、それはやだ。うん、元から慌てした女と同じだ。あ、最悪それ無理です。無理だ。みたいな、なる。なった、過去に。うん、なった、なった。うちなんか男でも女でもいい名前。まあ、考えてるっていうか、なんかそういう話するじゃん、よく。スキピとかと。うん。あ、これいいって なった名前がある。けど言いたくない。うん。ちなみに、P で。P で。うん。すいません。ちょっとかぶっちゃうと嫌なんで。うん。どっちでもいけるよね、女と男。なし、でもいい。なんか2文字がいいなって思っちゃう。うちだから普通に3文字だから、サオリで、うん、2文字の人に憧れてたの。そうなんだ。2文字って呼び捨てで呼ばれやすい。あだ名っていうよりレナとかが良かった。うちレナ、うん、だからずっと源氏はレナにしてた。うち死ぬ死ぬ待って、うちもリカだったいや、2文字なんだ。リカリカ、うん、大体キャラとかそう、うん、夜の源氏のはちょっと強そうな名前が憧れる。うん、うんうん、
わかる。じゃあマリアちゃんに質問これ、うん、結婚前提だけどプロポーズはまだ、早くプロポーズしてもらいたい時にはどうしたらいい？うちはもう付き合う時から、まずそもそもジャブ打ってるから、付き合う前かな、付き合った瞬間から結婚前提のお付き合いしてますからねっていうことを、あ、もう言っといて地味になんか来年ぐらいかじわじわと伝えるみたいな。ジャブを打ちまくるってこと？打ちまくってた。でもあっちからしたらタイミングマジむずいよね。でもなんか男ってわりかし勢いらしい。わかんないけど、うちのその旦那は結構勢いだよみたいな、いついついついって考えたら結構時間が経っちゃうって言っちゃったりするから、うん、結構勢いも大事って言ってて、でも嫌になる人もいそうだから怖いよね。嫌になる人もいると思う。いるよね、しつこいなみたいな。だからもう最初から結婚続きで付き合うんですけど、うん、なんかいいですねっていうジャブ打った。もうジャブなのかと思う。ストレートだ、ストレート。最初からもう圧を加える。それが本気ですけど、大丈夫ですか、はいはいはい、嫌われてもいい覚悟で最初から言う。だってそれぐらいの温度感で付き合っていかないと、うまくいかない。時間無駄になっちゃうから。途中から言われるの嫌ない。最初から言うのがいい。だいたい最初で、何年ぐらいだよね、かなっていうことももう言っちゃってた。あ、何年後には、うん、とか、うん、来年ぐらいでしょ、とか、何月ぐらいでしょ、みたいなことも、もう言っちゃってるっていう。それから結構売ってたかも、うちは。あれやで、マリアちゃんってさ、駆け引きできないもんね、恋愛で。うん、駆け引きができない。だからもうストレートに言って、でもその方が、まあ、伝わるっちゃ伝わる。一番いい。一応ね、様子見てね、言ってみるのもありだよね。らしいです。はい。二人の話ことね、二人というか。言ってや？はい。仲の良さの秘訣は？シンプルに？仲の良さの秘訣は、あまり深掘りしない。うん、同じ。だよね。うん。結構仲に良すぎちゃうとバッてさ、毎日一緒にいるとかさ、毎日遊ぶみたいになりがちな子が結構、うん、毎日連絡取ったりとか分かんないけどさ、うん、結構ある程度の距離感っていうのは大事じゃない、うん、分かるよ。でも高校生の時とかはずっと連絡取ったりしたら、そう、まあ、そんな友達と。でもやっぱね、いつからかね、ある程度距離置くようになったよね、うん、悪い意味じゃなくて、触れないとこは触れないし、大事な時だけ。大事な時はそうだね、うん、なんか病んでるとかさ、なんか元気なさそうとかの時ぐらいじゃない？うん、そうだね。でもあれだよね、あの喧嘩動画が出た後ぐらいからだよね、結構距離縮まったわけ。あれが原因っていうか、まあその価値観については、お酒の価値観は全然違って、マジ違かった。あの辺あたりからじゃない、毎年最近だけど、うん、2年前ぐらいね、うん、でも喧嘩動画の後に、あと初めて旦那さんに会ってね、うち。あ、そっかそっか、あの日に会ってるよね、うん、とかも含め、なんかいろいろこうなんかみんなで話してて、あ、じゃ前は共有しなさすぎたところはあった、うん、アリシャンとうちは結構共有し合ってたりとかしたけど、サウリンってもともとそんなね、あんま話すような子じゃなかったんだけど、なんかね、ちょっとずつね、紹介したりとかで言う機会が増えたんだよ、きっと。毎回喧嘩するのもあり。うん、ありだね。で、お互い、あ、こういう感じなんだなっていうのを分かって、うん、最近もうなんかサウリンの飲みについてきるようになったっていう、謎に。最近ね、もう1年、あれから。確かに。あとサウリンのうちのさ、コンディションが分かってるじゃん、うん、多分明日あるからここまでにしとこうみたいな。そうだね、二日酔いの辛さを知った、うん、二日酔いの辛さ知った。うん、あと見てるから二日酔いを、明日仕事あったら無理だなって分かる。まあ恋愛と一緒ですよ、価値観はね、うん、うち何でも聞いてくる人すごい嫌なの。あんまうち、うん、女子と二人ご飯とかさ、まあ男もないんだけど、二人でご飯行くことがないの。ああ、確かうちもないかも。行った時とかにすごいいっぱい聞かれるのがすごい嫌だ。最近どうなのとか、あと昔の話でなんで別れたのとか、はい、でどっちから振ったのとか、何でも質問してくる人ちょっと苦手かも。ち、なぜマンちょっと苦手かもしれない。でもそういう子多いんじゃない、女の子って。でも恋愛の話が苦手なんだろうね。うちは割と苦手じゃない。うん、苦手かも。確かに最近恋愛の話とかもしてなかったな。アディシャはわりかし好きよね、うん、あの恋愛の話好きだよね、うん、で、うちらも聞くのは好きなの、うん、でも自分の話をいざしろって言われると、多分喋るのが苦手だから何か話してるか分かんないとか、確かになんか野田健みたいな人も嫌だし。そう、それはある。次行きますか。はい。お酒を飲むと記憶が毎回消えてしまいます、直す方法ありますか？どうですか、サオリさん。ないです。あの、本当にこれは大きな課題なんですけど、まあ今でも全然なくすんですけど、結婚する前とかもめっちゃひどかったんですよ。お前これや俺にしたの覚えてる？マジ記憶なくて覚えてないの。え、それうちじゃないみたいな。いや、うちなんだけど、うん、人変わっちゃうみたいな。例えば、おいみたいな、殴っちゃう、おい掴んで殴っちゃうみたいな。酒入ってるし、ね、あ、酒入ってなんか喧嘩する時あるじゃん、うん、ストレスとか溜まって、そういう時とかは喧嘩とかしがちなんだけど、まあ言うて記憶ないわけじゃん、うん、で、うちも考えたわ、記憶をなくさず平和に
帰れるにはどうすればいいってお互い話して、えらい話し合ったの。話し合った。あまりにも記憶がなくすから話し合った結果、酔いそうになったら止めるっていう方法しかなくて止めてもらうってことだよね。いやこいつヤバそうと思ったら俺が代わりに飲むとか、あそこまでしないと絶対無理だっていうことに気づいたの。でもそれをバレないようにいかにそこのタックルを組むかってことですよ。まあそう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 。あ確かに。でもそれは友達同士でもあるかも。この人もゾンビになりそうって思ったら、うん、お茶入れたりとか、あれだ、パートナーを作る。うん、協力。そう、友達でもいいし好きな人でもいいから、パートナーを作ればいいんじゃん。あそうだね。止めてくれる人いないとうちも無理だもん。 あと時間決めるの大事なきゃ。あ何時までね。うちは結構さ3時とかにさ帰りがちじゃん。うん、2時までって言って3時には家に着きたい。あれとか、だって前さうちはさ12時過ぎぐらいに移動し、あ半ぐらいに移動して、まあ1時ぐらいに着いたわけよ。うん、で1時間だけ飲もうってタイマーかなんかを設定してさ、鳴った瞬間帰ったよね。タイマーいい、マジ結構酔ってさ、うん、いい感じにさ楽しかったけど、タイマー鳴った瞬間さ帰ってよって、あっしゃあし帰る。うちらの口癖が換気扇勝負なんだよね。換気扇勝負マジ大事で、そこに一人でも明日オフの人とかがいるとやばいんだよね。うん、お飲み場一人だけ高いから。あとね結構わりかしカラオケとか盛り上げ要因に回るって結構いいよ。はいはいはい、歌ってたら飲ますことはできるけどね、うん、自分飲まなくてもいい。あれやっぱ頭使ってね、いかないと、うん、お酒の場は戦場だから。はい、戦場です、うん、本当に気をつけてください。お腹いっぱいになってるでしょ絶対。いや辛い。辛い、はい、これが辛い。これ、あ、それ辛いよ。めっちゃ辛い。前もこれ食べたじゃん、韓国のサムギョプサルやで。見るのめっちゃ辛い。なんか謎に来てるよ。テオ君と結婚予定ないんですか、サウリンさん。なんで違う。にわかなんですかね、うん、意味不明っていう。私、YouTuber はマジでないと思います。うちも付き合ったことはないけど、YouTuber はちょっとなしかな。そもそもみんな若い。確かに若いか、うん、仕事の話になっちゃいそう、めっちゃ。あそうだし、プライベートっていうのがあんまりない感じなのかな、うん、ないね。結婚しちゃえばいいんだろうけど、まあうちはないですね。うちはないと。ない、ま、もうないじゃん。いや、まあ、もうないね。結婚しなくてもないね。まあこれはさっきの話とちょっと似てるけど、サヨリンとマリナちゃんの好きな人もしくは彼氏旦那さんが酒癖悪かったらどうしますか。好きな人とか旦那が酒癖が悪かったら。悪くないよね。全然悪くないね。うちらだけだよね悪いの。うち、そうだね。そうなんだよね。女酒が酒癖悪いから。サヨリンは別に悪くはないけどな。え、でもねうち結構変じゃん最近。豹変するから。その酔っ払ってスキピの前で豹変するらしくて、まあ、暴れるとかじゃないけど、うん、泣くらしい。別に楽くないね。まあ相手が酒癖悪かったらちょっと嫌だな。でもだからもうブチ切れるとか言うじゃんたまに。あ、いるいるいる。そこ切れるポイントじゃないのにさ、うん、切れて喧嘩するとかさ。あ無理。そういう次元はもうやばいよね。口が悪くなる人とか、タクシーに切れるとか店員に切れるとかもう無理じゃない、うん、無理無理。恥ずかしくなっちゃうね、うん、こっちが。でも飲ませないっていう方法しかないやっぱり。まあでも付き合う前に飲むじゃん、そこでわかるよね。うん、好きにならないと思う。だからめっちゃ酒癖悪かったら、うん、いや無理ですね。無理だね。そういう人は好きにならないという、うん、本当ですか。カソリどんな話があったような。あれうちなんか酒癖悪いよとかいたっけよ。え引きずり回されたりしてましたけど。あったでもその人ね普段飲んでてもそういう風にはならないのよ。あだからそう付き合っててうちだったからそうなっただけであって、別にその一緒によく飲んでたりしてたけどブチ切れるとか変な酒癖が悪いとかなかったの。それ酒癖じゃないのかもね。じゃあでも別れたの、純粋にただのブチ切れ、うん、酒癖問題ね本当に難しい。じゃ飲まないっていうね本当にね選択肢しかないのよ、うん、うちももう一生飲みたくない。んどういうこと。もう一生飲まないってすごい決めた。いやいや無理だ絶対。でもさ冷静にうちらの周りみんな酒強くない？うん、多分普通の人同じことやったら多分やばいなって思う。でも他の強い基準がちょっと分かんないんだよね。普通の人ってさ敵が何杯ぐらいで言うもんね。本当もだけどもう分かんないのよ。だってさそれこそこの間もさ宮古島もそうだけどさ、うん、6人で2本6人で2本ってじゃあちょうどいいかった。ちょうどよかった。みんな二日酔いもなく。でも多分おかしいと思う。普通だったらさもう潰れちゃうのかな。どうなんですか。いや分かんない。だからそれだから分かんないよね。なんか1人半分のイメージ。6人いたら3本4人だったら2本でもう結構酔っ払うって感じ。でも6人で3本って結構酔っ払わない。結構酔っ払う、ね、2本までなら二日酔いギリ、まあ、ちょっとこれなったけど二日酔い、うん、若干だ2本だったらギリワンチャン二日酔いなるかならないかぐらいっていうのが判明したのよ。なんか恋愛以外にないかな。ガイコスの種なんですかって結構来ない。嘘結構来てんだけど。うちらはあれですね、テリアのオアシスパールです。オアシスパール。アリシャンの長所と短所。短所の方が多分みんな気になるんじゃない。うん、長所は分かると思う、うん、短所かむずいな。お酒を飲ませるとだいぶバカになるっていう、うん、でもそれ長所でもあるんだよね。ああ。ゾンビなのアリシャンってめっちゃ
あ、そうだ、そこはちょ長く生きられるっていうのは長所ね。長所でもある。でもだいぶバカになるよ。あ、多分みんなが想像してるより本当にバカ、本当にバカになっちゃう。まず小学生、うん、あ、短所は時間にルーズでもそんなルーズでもないんだよな、割とルーズじゃない。まあまあ結構ゆっくり頑張って今探したけど、今時間短所はね探さない方がいい。まあまあそうですよ、お酒飲んだらめっちゃバカになるっていう感じぐらいですかね。あれだ、恋愛じゃなくて普通の相談で、高1です。就職とか進路とか、まあ、自分が何したいか分かんなくてしんどい。これ最近多いよね、そういう子。そう多いんだけど、うちね、なんか不意にこの間タクシーに乗ってる時に考えたの、自分の経歴について。何なの考えたの、うん、で、まあ、自分の話になっちゃうんだけど、まず中学まで普通に過ごして、高校で工業高校に行ったの、うん、インテリアとか建築とか勉強したのね、3年間。その後なぜかパティシエの学校に行ったの、うん、2年間。もうそこで意味わかんない、うんうん、もうぐちゃぐちゃじゃん。でもうちも何がしたかったかわかんないから、その時したいことをしたの、うん、でパティシエの学校行って、その後になぜかアイドルになったの、はいはいはい、アイドルも4年やって、その後にちょっとラウンジ挟んで今があるんだけど、うん、YouTube もう全部がマジバラバラの職種だなと思って自分、うん、でもその時は本当になんかもうこれやりたいかなぐらいでやってて深く考えてなかったんだけど。あーでもそれ言ったら一緒だわ。マリアちゃんもそうじゃん。うちもそう、サウリンと一緒で高校辞めた瞬間キャバクラ始めたんだけど、でもなんかその時アイドルとか流行っててさ、うん、まあ、なんとなくなんかそのサウリンもだってアイドルやってみたいとかでその場でやったわけでしょ。いやうちは高校生がやから、あ、多分あった、なんかやりたい、まあ、そう、あったあった、うん、そう、うちもなんかやりたいけどアイドルになりたいっていうか、すげえ流行ったの、その時期で、もうとりあえずアイドルやるかみたいな、とりあえずやる、やってみた、でとりあえずグラビアもやってみたみたいな、うん、でうち YouTuber はどちらかと別にやりたくないというか、カメラの前で喋るなんて無理、考えられなかったし、全然やりたいと思ってなかったけど、なんとなくだもんね、ちなんとなく、そうそうそう、ふわっと始めてるから誘われて、まあ、ふわっと始めて、でも多分思うのが行動力だよね。めっちゃうち行動力すごいあるから、うん、やりたいと思ったらすぐ応募し始めるとか、うん、とりあえず YouTube もよしやってみようとか、それで結局今に至ってるから、とりあえずなんかやってみるってことはね大事かもね。行動力とノリだよね結構、うん、夢とかやりたいことなんてさ考えて見つかんないじゃん、そんな見つかんない。あと途中で出会う人、飲み会で出会う人とか、それこそキャバとかでもさいろんな人会うじゃん。うん、会うね。マジ勉強になった、うん、その飲み会でもなんかやっぱ経営者の人とかさ、こういう仕事もあんだみたいなとか、あ、金持ちになりたいとか、うん、なんか湧くよね。でもそれってさ結局自分が環境を変えていかないといけないじゃん、うん、例えば今地元から出ない人ってさ地元で泊まっちゃってってさ、うん、多くない、分かる、多い、同じ人たちでっていうしかいないから、東京じゃない人は東京出てみたりとか、なんかちょっといつもとは違うところに出てみるっていうことをやった方がね、いいかな。んか自分探し、うん、なんかあの前うちが昔から好きな映画で、なんだっけ、100万円女みたいな映画があるの、何回か見てんだけど、100万円を貯まったら次の地方に移動するっていう女の人の映画なんだけど、例えば今じゃあもう北海道に行って私が住みますみたいな、これ YouTube やってなかったらやりたかった話ね。北海道に行って普通にバイトします、うん、100万円貯まったら次のとこに、じゃあ次は福岡行こうみたいな、でそこで家借りて100万円またバイトして貯めて、どんどんいろんなとこ行くみたいな、うん、いろんな人とも出会うし自分探しするっていう、まあ、映画があるんですけど、そういうのもありなんじゃないかな。やりたかったのそれ。うち多分 YouTube やってなかったらやってると思う。じゃあ今でも地方で働いてた可能性あるってこと？ある、全然ある。島とかで暮らしたかった、うん、お金貯めるまでそこの島で暮らして。でも高1だからこの子は全然まだね悩む必要ないと思う。でも何になりたいか分かんないっていう子結構多いからね。多い多い。それから焦らずゆっくり、うん、まあそっか、旅に出るか、どっちか旅に出るかどっちか、何回も送って。出会いがないです。もうだからそれは行動力、行動力、出会いない人なんていないもん絶対、うん、あとうち前も多分一人のモッパーの時言ったけど、バイトしたらいいと思う。バイトとか仕事。でもその子が正社員だったとする。正社員だったらもう決まっちゃってるから人。やっぱでも飲み会とか何かの会にさ誘われたら積極的に行くしかない、うん、そうだね。かその会社の人になんか合コン組んでもらうとかとかね、してもらうしかない。うちも誕生日パーティーで会ってるからさ、うん、あ、そうか、そう、参加にしたことによって今があるんで、やっぱり、うん、あとうちあのあれ行ってみたかった、女性無料みたいなの、相席屋的な。ああ、うち昔あるわ。うち行ったことなくて、今はさすがに行けないじゃん、うん、けどあれ別に良くないって思っちゃう。自由だもんね、その後じゃないし、どうなるかは別に自由。外席行ってみたい。でもうちの友達めっちゃ行ってたけど、別になんか普通に飲んでその後みんなでダーツバー行って解散とか、うん、全然やってたよ。結構フランクな感じだよね。あ、そうそう、別に変なことをしなきゃ
けないとかないかな。本当になかったら全然そういうのもありだと思う、うん、アプリとかも。あ、そうだね。アプリで結婚した人とか周りにいるし、全ては自己責任だけどありだと思います、うん。まずお金なさすぎてさ、普通にご飯食べに行ってたって。うちもそのパターン。そうだった。ただでご飯もお酒も飲めるし。牛に貢ぎすぎて借金してて人生終わってる。ホストも一緒よね。あ、まあそうだね。なんか今あのさ、ドラマでさ、牛が上司になりましたみたいなドラマ知ってる？でしょ。推のために仕事頑張れるみたいな感じじゃん。でも借金まで行っちゃうとあれだけど、一回借金返そう。一回推しに貢がずに借金返して、確かに一回借金は返した方がいい、うん。変なさ話さ、もしかしたらその推しはさ一生推すかどうかなんてさ分かんない。1年後とかはさ好きじゃなくなってた可能性、うん、その時さ1年後さ自分の借金がさやばかったらさ、うん、もう自分の人生がね狂うわけだから。 そのドラマでもその推しが急に引退しちゃうの。ああ、そこからまあ上司になるっていうラブストーリーなんだけど、うん、いや夢やる、うん、じゃああと1個ずつぐらいにする。確かに浅いんですけど、はい、港区女子のなり方うち正直多分港区女子だったと思う。そうだね。でもどこが港区女子なのか分かんないけど、なんかギャラ飲みとかは別にしてない。タクシー代くれることはあったけど、ギャラ飲みに行こうぜみたいなのなくない。うん、うん、確かに。でなんかテレビで前やってたのは月収300万円ぐらいもらってるギャラ飲みの女の子たちがいて、それは完全なる港区女子だと思う。でも港区女子ってさ、そう考えるとさ、まあ基準がそれだとしたら誰でもなれるわけではないっていう感じ。うーん、まあなろうと思えばなれるけどね。でもお金をもらえるってことはある程度やっぱりさ、容姿もさ、容姿もあの中身も本当に昨日めっちゃ使える人だった、そのテレビに出てた人は、うんうん、お金持ちのとこ行くと大体いる人は港区女子ってことです。まあそうだね、毎回いる人、でも呼ばれるってことはそれなりになんか誰でもいいわけじゃないじゃん。そう、リピートされる女の子、うん、多分相当めっちゃ酒が強いか盛り上げるか気遣いできるか可愛いか、これね。まあだからある意味才能。え、でも港区女子になりたいんでしょ。港区女子になり方って、港区のさラウンジとかで働いたらさ、あ、確かにある程度ね掴めるよね、その。あ、そうだね、なりたいなら。まあでもあんまりおすすめはしないけど、うん、まあ人生経験ぐらいな感じで新しい世界を見れるよね。うん、見れると思う。一旦港区女子になりたい方は西麻布のラウンジの方に行くことをお勧めします。経験として、経験で。あね、MBTI やったことある？それ何、さっき聞いたんだけど。そう、韓国とかでは血液を聞くんじゃなくてこれを聞くんだって。自己紹介の時に MBTI は何々ですが普通らしい。そう、 MBTI って何？あのさ、よくみんな冒険家とかさ。あ、そうやったわ、私冒険家って。冒険家、うん、うちやったんだけど忘れたんだよね。なんか相性があるんだよね、それしか。そう、しかも投げんだ、それ。そう、10分ぐらい、10分15分ないね。冒険家らしい。うちちょっとやって、あとさ最後エンディングに。エンディングにつけるエンディングにつけるそう。で、今やったら10分かかっちゃうもん。あ、エンディングの後ね。あ、エンディングの後に、ヤノジャーの後に1本。で、サウリーが。うちは冒険家だ。本当に？うち、やったから。あ、じゃあうちの MBTI をここに最後、ポンって。最後、ポンって出してもらう。はい。それが最後まで見てる。あ、確かに。それ見たくなるもん。まあ、以上ですかね。結構答えたんじゃない？まあ、確かに。そんな感じで。これから、ピックル、ピック。準備は？うん。来るの？来る予定。なんかこれ全部食べてもらう。多分よく食うから、ね。よく食うから。っていう感じで。はい。終了です。はい。たまには、こんな感じで。ゆるいね。ゆるいんですよ。では終わります。バイバーイ。すごい緊張してます。塗り壁みたいになってますけど。ヘラヘラ30。素晴らしい日々、幸せで包まれますよ。Three, two, three.